ポーリッシュグレーハウンドとは、ポーランド原産の珍しいサイトハウンド犬種である。別名のシャルトポルスキーの名でも知られている。1690年代の書物にもこの犬種のことが記されている古代犬種である。サルーキやイングリッシュグレーハウンドが先祖になっていて、イノシシのような大型で力の強い動物の狩りもできるようにするために他のグレーハウンド犬種よりも力強くなるように、 改良された。イノシシだけでなく、ウサギやシカ、オオカミなどを狩るのにも使われていた。二つの世界大戦によって、絶滅の危機に瀕したが、ポーランドから疎開していた個体を集めて繁殖し、数を回復してなんとか絶滅の危機を逃れることができた。現在でも数が少なく希少な犬種であることに変わりはないが、アメリカ合衆国やドイツにも輸出されていて、原産地でも、 猟犬やペットとして人気がある。愛好家も多く、手厚く保護されているため絶滅の心配はないと言われている。グレーハウンド犬種であるため、足やマズル等が長いのだが、筋肉質の体つきでがっしりしていて、イングリッシュグレーハウンドよりもかなり大きい。俺耳、サーベル型のタレオで、スムースコート、毛色は茶色をベースに白と黒の混ざった混色などがある。 スムースコートだが、音伝部には飾り毛がある。体高は、オス70から80センチメートル、メス68から75センチメートルで、体重は、雌雄ともに40から42キログラムの大型犬。性格は温和で、子供や他の犬とも仲良くすることができる。力が強く、運動量が多いため、一緒にジョギングをしたりアウトドアの体験を行うと、喜ぶ。 ポーランド語における発音はほぼ同じ綴りで、ザート、プラスコージー、となり、これを奏で転写すれば、ハルト・ポルスキとなる。ありがとうございます。